しょ。おいしょ。いお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。です。うん。あー、うまいっすね。うまいっすね。うまいっすね。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。あれ、ひーちゃん、僕の動画に出るの初めてですね。初っすね。初っすね。これライバル同士だもん。バシバシやったのみたいな。いや、バシバシやったのみたいな。そういう意識はないっすよ。仲間なんですよ。そうですね。仲間なんで。だからこれをね、もしかしたらね、ひーちゃんの動画に流すかもしれないから。出るなわけがないんだけど、今ね、そう、チャレンジ企画第2弾。この間、蒙古タンメン早食いっていうのは、早食いじゃないから、方法。あれ、チャレンジになってない。うん。あれですね。あんな甘っちょろいかな。甘っちょろかった。うん。数字的には伸びなかったな。現実そこっすか。そう、そこなんで。うん、だから、今回ほんと長期間のチャレンジ、ちょっと試してみようかなと思って、今なんでビール飲んだかって言ったら、僕ね、いつもこれなんです。ひーちゃん、いつもこれ？僕ですか？うん。僕はこれと、うん、あれですね。今から紹介するあれですね。ああ、はいはいはい。まあこれ、朝日スーパードライでね。はい、もう一回言ってください。朝日スーパードライです。はい、朝日スーパードライです。あ、どうせいいかな、今福山さんいた気がしたな。ああ、あれ福山さん言ってないですからね。ということで、ね、チャレンジ企画。本当はね、そう、これではね、できないんだ。うん、だから本当これ飲みたいんだけどね、飲めない。で、飲めない。今、これのために、これのために、こっち。クリアサヒ。まあ、だいたい CM でね。うん、出るね。うん、やーへんやー、へー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 ってやつね。うん、そうっす。うん、くーやーへーってやつね。はい。ね、あれ、あの CM のやつです。これね。これの、この、わかるかな、この。オーブシール。これ、朝日って書いてあるんだけど、これね、今ね、これね、ほら。これね、そう、絶対もらえるって言ってね、書いてあるの、これ。わかる？わかる？で、シール72枚で、なんかこう、なんか、どっちか選べるんですよね、これね。そうですね。家飲みグッズコースと、家飲みグルメコース？うん。があって、72枚から応募できるっていう、これね。うん。があって、ひーちゃんはなんか前回なんかでもらったんですよね。そうそうそう。これ前もやってて、うん、前の時はサーバー、簡易的なサーバーあるじゃないですか。電池入れて、うん、あれを120でもらったんですよ。うん、ああ、120本飲んだんですか？いや。チート使います。あ、チートで。あー、なんか、よくあるやつですね。そうですね。まあ、察してください。察してください。ね、で、実はね、これね、10月7日からなんだよ。10月7日。10月7日から出てるんだ、こうやって。10月7日から、この企画が始まってるんだけど、実は一心で、今、これ入れて。あら、結構食べる。これガチ飲んでるからね。見えないかな、44本目に突入しようとします。ってことはもうすぐ2ケースですね。ですね。めっちゃ飲むじゃないですか。でもこの間ちょっと下請けやったんで、はい、1日3本までって決めたんです。はい、いるよ。そうなんです。なんでこれはまあチャレンジとしてもう120本はだって、ちょっと、120本はだって。なんで1日3本かの優勝見たい？え、何？なんで1日3本かの優勝見たい？お願い、大きなことだ。俺わざわざ編集中こっち来たんだけどさ。イッシーさんね、トイレにね、パンツとズボン置き去りにしてるんだよ。え、もしかしてそういうプレ。だからね、3本までにしてくださいって話にして。そうか。メモね、メモメモ。メモっすか？ちょっとメモだね。みんな、二ちゃんに書かないでね。うん。僕書きます。ひどいね。ひどかったんだな。いい人だと思ってたのにな。いや。まあ、ということでね、まだ、どれを選ぶかは、決めてないです。僕も。ただ、この調子だと多分120本いく。と思う。うん。と思うんだけど、僕が体壊したりとかして飲まない時もあるし、いや、僕飲まない時もあるんですよ。え？実は。マジですか？飲まない時もあるんですよ。
飲みすぎたら次の日は飲まないです。生理的な意味で。そう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 。なんで、まあとりあえずね、まあちょっとチャレンジしようかな。120。まあ、いったらこっちのサラのやつも、いけたらいいなって思ってんだけど、あとね、だからどうだ、1ヶ月半ぐらいかな。そうですね。そうですね。今日が、ちょっとこれ撮ってるのが20日なんで。そうですよね。あ、1ヶ月ちょっとかな。なんで、それまでに、いけたらいいなって思ってて、そう、我慢して飲んでます。まあ、うまいんだよ。うまいんだけど、うまい、うん、うん。だって、お金ないとき、こっちだ。まあ、わかりますよ。うん。なんか、なんか必然とこっち。なんか、朝日好きな方はわかりますね。何ですかね、辛口というか。そうそうそう。これを飲む。エクストラシャープ。あ、超辛口。こっちは、これない、これはビール？ビールです、ビール。あ、これのさらに辛口なんだ。そうです。知らなかった。これ今度飲んでみよう。うん。ね、好きなんだよ、これ。こう、朝日好きなんだよ。まあ、キリンとか札幌とかね、あ、まだ恵比寿とか、まあ、いろいろね、好きな方はいるから、一概には言えないけど、まあ、僕たちは、まあ、僕たちは朝日推しです。朝日派なんで。うん、僕、もともとキリン派だったんですよ。キリン派だったんですけど、うん、やっぱ、年を重ねるごとに、だんだんこの辛口の良さっていうものを理解してきたんですよ。なるほど。まあね、もしよければね、こちらに、僕住所を貼ってくれてね、シールを送ってくれたらね、パン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 貼ってくるんでね。まあ、いたずらで変なのも送るのも OK なんで、ここ、そういういたずらは、いたずらっていうか、そういうことはズルはしないんで、ほんとガチでやるんで、これ。ガチでやるんで。あ、でも、くれぐれもお酒は二十歳になってから、うん、ね、本当に飲んじゃダメです。あと、飲んだらの乗らないこと、運転しないことです。はい。ということで、ちょっとチャレンジ企画の、まあ、告知というかな、告知ですね。一応、頑張ります。一心頑張りますっていうことで、ひーちゃんも応援してね。あ、ひーちゃんいかんわ。ひーちゃんさっきもらってたんだ。僕ライバルです。ライバルだ。僕も貯めてるんで。じゃあ、あれだね、今度、こう、何週に1回ぐらい何枚貯まりましたぐらいでやりますか。多分僕、来週には貯まってますよ。チート使うから。多分飲むんですよね。ワンコインで多分僕、またなるんだよ。バカ、それ本当ダメ。本当ダメ。もう、まあまあ、でも、まあ、本当に、ね、未成年者の方とかは飲まないように、あとは運転したら飲んじゃダメだよ。うん。飲んだら運転しない。そう。うん。それだけは守ってください。ということで、告知動画でした。ね、チャレンジします。よし、チャレンジします。ちなみに何もらうんですか。どうしようかなー。まあ、これは、貯めてから選びます。はい、なんか、ちなみになんか、ポイント240貯めると、なんか、幼児もらえるらしいですよ。はい、あ、そうなの。どうすか、載ってないんだけど、それ。あ、それ、朝日ホームページに載ってますよ。じゃあ、今貯める。なんか、ディスぐね、こうやって今引いちゃってさ。やっぱり幼児欲しいんです。違うって。あと、大介くん、これ書くんだよ、これ。やっぱ、フレやっぱ。やっぱ、幼児マスター。まあまあ、みんな言うけど、最近ね。俺のこと幼児マスターとかロリコンとかね。おかしいな。じゃないからね、本当に。まあまあ大丈夫です。そういう手で僕、まあ、ぜひね、気になる方は今からでも遅くないと思うんで、主語の方だったら多分間に合うよ。全然。ってことでね、チャレンジしてみてください、これ。チャレンジしてみてください。ね。20歳以上の方だよ、うん。うん。ダメだよ。未成年者が飲んだら。うん、ね。ということで、告知、チャレンジ告知動画でした。ではでは、皆さん、おやすみなさい。ってことはこれ夜見るんですね。そう。夜、お酒、やっぱお酒なんでね。ですね。お酒なんで。おやすみなさい。